ご視聴いただきありがとうございます。さて、正規点考察シリーズと題しまして、数回にわたってお届けしております。このシリーズ第1回は購入できた曜日と時間帯、第2回はつけていった腕時計、第3回は服装、第4回はその時一人でしたか、第5回は卸問屋ごとの買いやすさ、第6回は聞き方でした。過去の正規点考察シリーズをまだご覧になっていない方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、まずはそちらをご覧ください。最近この正規点考察シリーズもすっかりおなじみとなってまいりました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン押していってください。とことんやる気を出します。さて、今回は第7回ストーリーになります。では行ってみましょう。そもそもストーリーとは何なのか、これはなぜそのモデルを購入したいのかを伝えるということです。なぜデイトナを探しているのか、なぜ GMT マスター2を探しているのかをスタッフさんに伝えるということですね。これは正規点考察シリーズ第6回聞き方にもつながってくるところではありますけれども、入店早々いきなりデイトナありますか?では押し付けすぎてスタッフさんの方も引いてしまいます。もちろん購入したいモデルはしっかりと伝えた上で、なぜそれを購入したいのかを伝えるわけです。例えば、私大のモータースポーツ好きでして、鈴鹿サーキットによく行くんですが、デイトナのタキメーターを使って時速を計測したいのでデイトナが欲しいんですとか、私大のペプシコーラ好きでして、昔ペプシコーラにおまけでついてたペプシマンを集めてました。このコレクションにぜひとも GMT ペプシを加えたいと思ってるんです。とか、ですね。まあこれは冗談です。こんなストーリー言ったらキョトンとされますね。そこは皆様なりのストーリーがあるはずです。それを作って伝えてみてください。間違ってもデイトナが高く売れるからとか言っちゃダメですからね。一発で転売屋認定して終わりになります。このストーリーを語るためにはですね、ある程度腕時計に関する知識が必要だと思います。まずはそのモデルのコンセプトですよね。サブマリーナーならダイバーズ、GMT マスター2ならパイロットウォッチ、エクスプローラーなら探検家。このあたりは基本ですが、キャリバー、ケースサイズなどのスペックに関する知識から、リファレンスナンバー、あとは歴史ですね。こういったところからストーリーを考えられると思います。ちなみに私、プロフェッショナルモデルでしたら、リファレンスナンバーをすべて覚えております。昔リファレンスで聞いた方が2だと思われて出てくるかなと思ったことがありまして、126710BLRO ありますか?とか聞いたことがあったんですね。ただ、やっぱりキョトンとされましたね。126710GMT ですね。みたいな感じで、キョトンとされてしまいました。なので、リファレンスナンバーで聞くのはやめた方がいいと思います。会話の中でリファレンスナンバーを言うと、分かっているなと思われて好印象だと思います。あとは旧型モデルまでの知識は必要ないと思います。最近のスタッフさんだと、旧型モデルのことを話しても、あまり分かってくれない方が多いので、まあ、いらないかなと思います。もちろん腕時計に関する知識がなくてもある程度ストーリーは作ることができます。よくあるストーリーとして、もうすぐ誕生日なんですとか、旦那がデイトナ欲しいって言っててプレゼントしたくてとか、息子が大学に合格したのでプレゼントしたくてとか、親父の遺言でデイトナが似合う男になれって言われましてとか、ですね。ただこういったストーリーはすでに使い古されてまして、今使っても遅臭く感じてしまいますし、逆効果になる可能性もあります。このストーリーを語れ説はですね、割と蔓延してまして、先ほど挙げたもうすぐ誕生日なんです、などは典型的なストーリーなんですけれども、一時期ですね、父が余命3ヶ月なんですが、最後にデイトナをつけさせてあげたくて、というのが流行ったみたいです。あまりにも同じストーリーの人が来るので、スタッフさんも苦笑いしてたみたいです。
嫁行くばくもないなら並行ショップで早く買ってあげたらどうですかと言ったとか言わないとか。まあそりゃそうですよね。こういうあからさまな嘘はすぐバレますんでご注意ください。それらしいストーリーを作ることが重要です。これに対しては、ストーリーなんか言わなくてもズバッと聞いたら出てきたよという方もいらっしゃると思います。確かに私もズバッと聞いたら出てきた経験はあります。これはですね、おそらくモデルによると思います。ディープシーとかエクスプローラーとか制限モデルの中でも比較的入手しやすいとされるモデルについてはズバッと聞いた方がいいです。サブマリーナーも黒でしたら割とズバッと聞いても出てくると思います。ごちゃごちゃストーリーを並べ立てる必要はありません。今度水深1000メートルまで潜ろうと思ってるんで、ディープシーじゃないとダメなんです。とかはいらないです。ズバッと聞いちゃってください。ただ私の経験上、ステンレスデイトナと GMT マスター2、あとはグリーンサブですね。これらのモデルについてはある程度のストーリーが必要だと思います。特にステンレスデイトナはいきなりデイトナありますかと聞いて出てきた人ってほとんどいないと思うんですよね。もちろんごく稀にそういう方がいらっしゃるというのは聞いたことがありますけれども、やはり原則は2、3回通った程度では出てこないはずです。ストーリーをしっかり用意していきましょう。GMT も特にペプシはいきなり行って出てきたという方はあんまり聞いたことがないので、ペプシもストーリーを用意しておくことが必要だと思います。もちろんもう何度も登場していただいておりますが、ふと客さんはストーリーを作る必要はございません。ストーリーはないですけど金はありますと言えばすぐに出してもらえるでしょう。あとは金無垢マンにも全く関係ございません。金無垢をちらつかせて欲しいモデルを言えばすぐ出てくると思います。以上、正規店交差シリーズ第7回、ストーリーでした。ストーリーなんかなくても買えるという方、この説を信じるか信じないかはあなた次第です。ストーリーを伝えることによって、スタッフさんに、この人はあのモデルを探している人と認識してもらうことが重要だと思います。私も自分なりのストーリーを考えて、スタッフさんに伝えてはおりますけれども、これを言うと特定されてしまいますので、ここでは言わないでおきます。就活の面接でも、なぜ弊社を希望されたのですかと聞かれるのと同様に、なぜそのモデルをお探しなのですかという問いに対する答えを持っていくことは必要だと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。